いつも見てくれてありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、おはようございます。あ、来た来た、ブレイちゃん来たわ、おいで。今日はジャングルの間。ブレイちゃん珍しいやん、えらいな、見とったん。またカメラでアピール、えらいな。ブレイちゃん、まあ、今日は工事なかったと思うんですけどね、明日からまた工事かかるのでね、一旦入ろうかな。わかった、ね、チャオくんも、チャオくん、ね、なんや、なんか急にね、ブレイちゃん、まあ外暑かったらね、中入ったりできるんでね。はい、ミナコ、ミナちゃん、ミナミちゃん、毛並みがいいね。はい、キキちゃんちゃんに、みなちゃん、めっちゃ毛並みがいいから、ちょっと長毛やから、ほんま可愛いね、この子。ちょっと毛が長毛なんですよ。はい、チャオくん、ブレイちゃんどこ行ったの？あ、切った。まあ猫密度がね、だいぶマシなんで、ほんまに一気に広がったからね、密度がマシになったと思うんやけど、お外も行けるしね。何怒ってんの、もーちゃん、入ってんの、これ。おいで、何してんの、なんちゃん、おいで、うん、何してんの、な、あ、もみじちゃんね、飲んじゃって、もみじちゃんね、もみじちゃん、それと、はい、花ちゃん、どうや、ちょっとはもう慣れたかな、ね、この部屋に、なあ、花ちゃん、花ちゃん、ね、名店なんだ。はい、クリちゃん、ね、クリちゃんはやっていいよ。クリちゃんと仲いいですね。なあ、クリちゃんと仲いい。面白いこと考えてみる。ここね、水のようにして岩になってるけど、この下にちょっと熱帯魚を入れようかなと思ったりね、下に水槽をね、海中を見えるように通って、ね、水の下に海中の中に熱帯魚を入れて、それで、まあ、循環させようかないうようなね、ちょっと考えてます。ちょうどこれ90センチのちょうどいい感じちゃうかな。ねえ。
まあ、ただの岩するよりもね、ちょっとここ水たまりなって面白いかなと思って下に、ね、熱帯魚を入れることによってなあ。ゴロゴロお前エラアピールするやん、ウレイちゃんなあ、アピールかわいいなお前ね、ごっついアピールするね、ウレイちゃん。長門、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 まあ水族館なんかようやってもね、こういうので滝やってね、面白いことだから、ポンさんもそれちょっとやりたいな思ってね、水槽で魚のね、まあ光も入れたらちょうどいいんちゃうかな、これね面白いんちゃうかな思ってね、まあ、ちょっとそんな風にちょっとやってみますな。メギちゃん、ね、みなちゃん調子良さそうやな、この子もええ年は思うんやけどね、ちょっとでも長生きね、みんなしてほしいね、キキちゃんも。キキちゃんはまだ子供だったけどね、保護した時はね。長友もしっかり大きくなったし、チャオ君も出てたかなね。まあこういう風にレイアウトをちょっとしたんでね、こっちの子もやっぱりちょっとケージ入れたいんでね、置いときたいんでちょっとケージ置いてます。仕切りしても面白いけどね、下でね、ちょっと上と下と、まあ、ここの子もねちょっとやっぱりケージがいるんじゃないかなと、大和君、武蔵君のね、そのエイズ部屋の子のあっちもね、まあ、そんな感じでちょっとやっていきたいと思います。まあ一応こういうレイアウトでね、落ち着いたんでこれでね行きたいかなとな。また楽しみにしててください。またね紹介します。はい、ありがとうございました。みぎちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。